はい、こんばんは。こんばんは。あ、こんばんは。こんばんは。はじめまして。こちらこそはじめまして。よろしくお願いします。よろしくお願いします。私準備しましたよ。私も準備しました。ありがとうございます。あ、これも。嬉しい。嬉しい。似合います。ここもいっぱいですよ。あ、本当。一緒にこのお花が。あ、よかったです。いや、気分ですよね。嬉しいですね。あ、すごい、お花いっぱいですね。羨ましいです。本当にお花がいっぱいです。あ、嬉しい。いや、おめでとうございます。ありがとうございます。乾杯で。嬉しい。そうですね、嬉しいです。またあの嬉しいです。こんな後ろちょっと 見えますか。はい、この素晴らしい機会もあるし。今会場ですか。あ、今会場です。そうなんです。あ、なるほど。すごいです。なんかロマンチックな雰囲気ですよ。そうなんですよね。なんか夜だとちょっと、うん、なんか雰囲気違くって、はい、なんだろう、光がちょっとバチできたらすごくいいかもしれないですね。そうですよね。好きです。はい、じゃあちょっといろいろ聞かせていただきたいです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあちょっとあのリラックスしながら飲みながら、はい、やりましょう。はい、お願いします。はい、じゃあ最初から自己紹介からお願いしてもいいですか。あ、はい、今日本画作家として活動しております、本庄葵と申します。よろしくお願いします。お願いします。はい、どれくらいあの活動してますか。日本画として描いてから、うーん、でも活動し始めたのは4年前くらいなので、うん、そうですね、日本画を描き始めてからは、6年くらい経ってるんですけど、うん、できっかけは何でしたか。きっかけは、私そもそもあの大学が日本画専攻でして、うん、でその日本画作家としてやっていくつもりがあんまりなくって、
なんかとりあえず大学に入ったんですけど、その日本学科として入って、うん、そしたらなんかこう、案外自分にその日本画材がハマるなと思ったところもあって、うん、でなんかいろいろアクリルやったりとかもしてたんですけど、やっぱり日本画の良さをこう描けば描くほど感じることがあって、うん、それでなんかこう今は日本画をやっていこうかなと思って続けてるっていう感じですね。なるほどですね。今私前にずっとインスタで見たんですけど、はいはい、花なんかこれ何でしょう、すごいね、おしゃれですね、股間とか嬉しいですと思って、でもやっぱり謎を解けたんです、やっぱり作品のためだったんですよね。嬉しい、嬉しいです、はい、ちょっとそれで今回のシリーズはやっぱりお花のインスピレーションあったんです。あ、そうですね。今回の個展のそのイメージとしては、うん、最初お花を描こうって思ったきっかけとしては、そのお花屋さんに行ってこうお花を選んでる時に、うん、なんかこうそれで1本か、私1本が結構好きなんですよね、その花束っていうよりも1つ、うん、あ、そうですそうですそういうなんかこう一つが結構好き で、うん、はい、でなんかそっから何ですかね、そこから始まってって、でお花を描いてたら、あ、なんかこれってなんか、うん、人間と近い感じがして、お花のなんていうんですかね、こうすごい動いていったりとか、うん、めっちゃ動いてますよ、すごい動きますよねすごいなんかいろいろ動いたりとか、お水をあげなかったらちょっと元気なくなってきたりとか、うん、なんかうーん、子育てしてるみたいな気持ちもあったし、なんか人間とこのお花をすごく似てるなと思って、それで一輪を描いた理由としても、そういうなんていうんですか、一人の女の人の肖像画である感じ、はいはい、なのでこのなんていうんですかね、全部肖像画のイメージです。一輪一つなのは、はい、そういうなんていうんですか、肖像画だと思ってるので、一輪全部一輪で描いていますね。なるほどです。なんか決まった人はいますか、なんかこの人はこのような花とか身近にとか、はいはい、もそれなんか想像してた、女性ですか、はい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 、ああ、お花のイメージ、はい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 、ああ、あります、一つ一つあって、その、はい、あっちのバラ、バラの作品はなんかバラってそのなんていうんですか、この真ん中の花はチューリップの花なんですけど、うん、でこっちのアネモネ、あれはアネモネなんですけど、はい、この2つはわりかしすごく動くんですね、なんか、光の向きを変えるとそっちにこう曲がってったりとか、全然こう全然違う向きすぐこうめちゃめちゃ動くんですけど、あのバラだけはなんかこうずっとあんまり動かなくって、もちろん枯れていくんですけど、なんかこうずっとある意味こうお利口さんっていうか、まっすぐずっとずっとまっすぐだったんですね。なんかそういう来るじゃないですか、他の花はまた元気であっちこっち動いてるんだけど、バラはクールで動かない。あ、そうですそうですそうです、バラは動かないんですよそうだからなんかそういうのも面白いなと思って、でも私のイメージだとそういう強い女性、なんていうんですかね、絶対に動かない強い女性、うん、だけど、うん、こう、自分では分からない弱さみたいのが
うちに秘めてる弱さみたいなものも持ってる女性をイメージしたくてっていう感じなんですけど、ちょっと見せるかな。こんな感じです。これは金箔なんですけど、あ、それ背景は美しいです。金箔で感情的ですね。ちょっと表現的かなと思ってます。なんか質感が面白いかなと思って。こんな感じです。で、強い女性。チューリップも。チューリップはなんかこう、またすごくよく動いたので、あの、なんだろうな、天真爛漫な女性、何でも自由に、うまくこなす女性をなんかイメージしてて、でなんかそれのイメージに合わせて、なんかこれこういう詩が見えますかね。はいはい、詩が書いてあるんですけど、言葉、はい、おー、はいはいはい、詩が書いてあって、ちょっと透明のシートなんですけど、はい、で私がその、こういう女性を書きたいっていうことを、その日の影アランさんっていう詩を書く方に、あのお任せして詩を下ろしてもらった感じなんですけど、なんでこう一つ一つ言葉が入ってて、って感じです。なるほど、面白いです。私、あの書いた人間です。彼に詩を書いてもらってあ、そうですか。そうなんです。それで、あの、すごい、あ、ごめんなさい、ごめんなさい、あ、そうです、いいです。なんかこういう言葉、見えるかな、言葉も、はい、なんかこう言葉がいろいろあるんですけど、それも彼に詩を書いてもらって、でそのお花の声みたいなものを作りたくて、でこのお花が喋ってるイメージ、その心の感情を、あのこの詩に入れてもらって、あの作りました。おー、ぜひ見たいです。なんです、あ、大丈夫、ありがとう。わあ、まあ、やっぱりその組み合わせは素晴らしいですね。あの、美しいです。あの、いろんなあの美術のチャンネル。ちなみに私もあの時々花を一本を、まあ一本は普通に、まあ、あの自分のために楽しむため買ってるんですけど、特にバラが好きです。あ、わかります、私もです。そう、それで、あの、なんかここなんかいつも机の上にあって、あの、だんだん干してしまって、あの落ちるんじゃないですか。はい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 。あの、もうなんかでもちょっとよく見て考えて、やっぱりあの昔の古代ローマのなんかラテン語の表現を思い出して、メメントモリという表現、あの死のことを覚えろって、はい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 、けど、やっぱり花も見て、あのうちもなんかいつか死ぬじゃないですか。はい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 、はい、じゃあ今日は、まあ、今日も明日もなんか大事にしないといけないって思ったんです。で、あ、でもわかります。やっぱりそうですね、人間もそうじゃないですか。まあ、長く住む、なんか生きるっていうイメージあるんだけど、でも人生はそこまで長くないかなと。まあ、あれ、なんかお年を取ってる方はいつも言ってるんだけど、あ、人生はパッと終わっちゃったみたい、もう早かったって言って。ああ、はい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 。それと花は似てますよね、なんか。そう、美しくて、でもやっぱりいつか死ぬっていう、仕方がなくて、はい、もう、いや、わかります。なんか、そうですね、あの上にドライフラワーを置いてるんですけど、なんかこう上に、はい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 、でそれも今と言った同じ理由で、その、生きるのってすごい、花って人生が短い
じゃないですか。なのでその最初から最後までっていう、こう生死の意味を込めてなんかこう祀ってあげてるっていうか、最後までなんかこう、ここで描いた花を全部ドライフラワーにして、あの、上に飾ってるんですけど、なるほど、なんかそのありがとうっていう、あの、意味を、あのモデルさんになって、ね、なったそうですね、そうモデルさんになってくれてありがとうっていう、はい、すごく美しいです、なんかそのありがとうございます。全然もうなんかつながり、意味のつながりとなんかなんか、はいはいはい、こうなんか感謝、あの、はいはいはい、への感謝とか、あ、ちなみに花言葉とかもご存知ですよね。花言葉、あ、バラのとかですか。バラだって、あの、花もよくなんかシンボルとして使われて、はい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 、愛とかそういう意味です。例えば赤いバラは情熱、愛。あ、はい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 、花言葉も面白いですよね。あ、それでだって、あの、ヨーロッパとかで、あの、20世紀まで花で、あの、メッセージとか伝えたことあるんです、人は。ああ、へえ。あと告白するときはこのお花とか、はいはい、結婚するときはこういうお花とか。そうそう、結婚しますか、あるいは、あ、寂しかったよ、私ちょっと あの、あなたがいなくて寂しかったよって、こう、あの、花をしているとか、あるいは、はいはいはい、あの、私の情熱で燃えているとか、まあ、このような花とか、まあ、いろいろな、あの、メッセージあったみたいです。あ、そうなんですか。それはちょっとなくなって、ちょっと残念ですけど。まあ、例えばアネモネでも、あの、今見せた赤いアネモネはとても美しい花なんですけど、うんうん、でもちょっと悲しい、あの、ストーリーあるんです。アネモネの、はいはいはい、花言葉ですか。花言葉ですね。まあ、あの、ギリシャの神話で、アネモネ、はいはい、あの、ヴィーナス、あの、愛の、あの、神様、はい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 、女神、あの、はいはいはい、ヴィーナスは、あの、普通の男性と恋した、アドニスという男性と恋して、はいはい、でも彼はだ、あの、なんか、なんていう日本で、あの、着物、例えば森に行って、あの、はいはい、なんか、動物を、あの、殺して、なんていう言葉があって、はい、まあ、でも彼はいろいろこれを好きだったんだけど、いろいろちょっと危ないことをいっぱいやって、まあ、ヴィーナスは大好きだからもう許してあげるとか、でも彼はちょっと事件があって、彼は、あの、亡くなってしまったんです、はい、それで彼の血からアネモネが終えたっていう。話、それで、彼の力、アネモネが生えた。生えた。あ、上。へえ。なので、それでちょっと死、はいはい、まあ、こんな血というつな、あの、シンボルはあるんですね。ああ、へえ。へえ、面白いですね。私もちょっと、あの、死、ギリシャ神話を読んで、なんか、ええってなったの。あ、やっぱりこれは、まあ、いろいろ多いですね。あー、へー、そう、お花ってなんか面白いですよね、そう思うと。とっても面白い、ね、うん、いろいろだって、さまざまな花もあるし、あの、色も、うんうんうん、はいはいはい、やっぱり人も、あの、なんか、まあ、やっぱり美しいですね、普通にうんうんうん、そうですよね、永遠となくならないですよね、なんかそういう、はい、なんていうんですかね、ずっと綺麗なイメージですよね、うん、お花って。そうですね、なんか永遠にそう考えてしまうんじゃないですか。うん、確かに、うん、あの、一番好きな花はやっぱりどちらですか。あの、作品の、あ、作品ですか、うん、作品の中のお花ですか、はい、うん、あ、そしたら私これ私チューリップ、これですね、チューリップ
か、なんかこう美しいです、うん、なんかバレリーナみたいだなと思ってて、あのチューリップ、なんかその、うん、バレリーナみたいな女の子だなって思って、なんか好きで、この子が一番好きですね、うん、じゃあ美しいバレリーナさんです、ね、バレリーナです。なんか好きなんですよね、やっぱり。まあ、私のイメージだとチューリップは春です。何ですか？春、なんか春、そうですね、チューリップは確かに、うん、そうですね、あのよくヨーロッパとかで、あの3月8日女の日だから、はいはいはい、3月8日、はいはいはい、それで、あの大体休みになって、はい、休みになって、あの、まあ、よくチューリップをあげます、女に、お母さんとか彼女に、あのチューリップ、あの花束を作ってあげるんです。あ、男の人がですか？まあそうですね、まあ、私、あの子供としてお母さんにあげたことあるんですね。あ、そうなんですか。へえ。それで、あのなんか子供として貯金して、こっそり、あの朝早く行って買って、あのすぐあげるっていう。なんかでもやっぱ、あの日本ってそんなにお花をあげる習慣って、うん、なんかないじゃないですか。そのプレゼントとしてあげたりとか、はい、そういうのはあるけど、なんかそのやっぱ海外の方がお花をプレゼントする習慣ってすごい多くて素敵ですよね。日本もそういう、もっとそういうね、習慣があったらいいのになとか思いますよね。うん、なんか特に、あの女性と男性は付き合ってる時、あの男性はどうしてもこの女性が好きだから、はいはい、あのなんかプレゼントとかいろいろあげちゃうんじゃないですか、はいはい、まあ、いろんなレストランに誘ったり、それでも、はいはい、あの、はいはいはい、だいたい花とかあげるんですね。あ、そうなんですか。いや、素敵、うん、そういうのいいですよね、お花あげる、はい、女の人嬉しいですよね。でしょ、嬉しいですよね。すぐ好きだから嬉しいですよね。突然花あげられたら、おー、ありがとうみたいな、ね、あんまりもらえないんですけどね、なんか日本だと日本の習慣が、まあまあそうですね、まあ、教育させようなんか男性たち、うん、ね、ずっと。ちなみに、はいはい、今気に入ってるアーティストはいらっしゃってますか？今気に入ってるアーティスト、はい、私あんまりいなくって、うん、でもみんななんかこう、うん、どの、嫌いなアーティストもあんまりいないし、好きなアーティストもあんまりなくて、うん、ちょっとそこはあんまり答えられないんですけど、うんうん、でもしなんか見たら、あ、この人はうまいなって、 あるいは、うん、あ、これは素敵だなとか、というなんかいますか？あ、絵の系統ですか？どういう、あ、そうですね、絵とか、例えばもし大学の時、あのインスピレーションを受けた方とか、うん、あ、それで、うん、そっか、あ、すごい、でもみんなが知ってるものなんですけど、それも最近じゃなくて、うん、クリムトの絵とかはすごく好きで、白を使って描いてるじゃないですか、はいはい、だから私、うん、クリムト大好きなので、そういう意味では全然最近の人じゃないんですけど、うん、クリムトの絵を見て、なんかこうたくさん、やっぱ履くって素敵だなって思ったりしたし、うん、なんかおしゃれな感じ、なんか履くを使ってもなんかすごくおしゃれになってる感じがして、うん、なんかなんていうんですかね、いや、わかりますね、なんかデザイン性があるっていうか、ああいう感じの絵がすごく好きですね。わかります、クリムトは私も好きです、うん、あとあれ、うん、彼は描いてる女性、はいはいはい、なんか強そうな女性とか、うんうんうん、やっぱり金箔とか使っ
使ってるおかげでなんか全部絵はなんか素素大になってるみたいな。インパクトは強いなと思ってるんです。私もそう思います。なんかインパクトのある絵が好きですね。そうそういう意味で。なるほど。まあ彼もなんか女性は大好きだったんだけどね。あ、そうなんですか。なんかそうですよね。なんかあの赤い、たくさんの女性がいたみたいな、あのなんかアトリエにたくさん女性がいてみたいな。あとオレンジ髪の毛、赤いオレンジ髪の毛の女性は大好きだったみたいです。あーへーそうなんだ。赤いタイプがあるんですね。あのアーティストプレイボーイだったそうですよね。昔のアーティストみんななんか女の人モテてるイメージですよね、うん、どうかな。わからないですね。違いますね。そっか。わからないんですけど。そっか。もしかしてそれアーティストのなんかイメージとか、まあ、みんなはロマンチックだなと思ってるかもしれないですね。うん。アートの人だからちょっと、うん、謎とかある。そうだねって思って。多分あの今、まあ、俳優でもなんか音楽家でもこんなイメージあるかもしれないですよね。ああそうですね。ありそうありそう。イメージでモテてる感じはしますよね。まあそう多分そうかもしれないですよね。確かに。これからなんか新しいプロジェクト やりたいですか？それともあの同じ方向でお花のテーマで、あのかあはいですか？なんかこう画材的にはやっぱりまだ日本画使っていきたくって、日本画の絵の具を使って、また今回はお花なんですけど、はい、次私やっぱ空とか海とか、そういうものを今度たくさん集めた展示もしたくて、なんで次ちょっと私空の絵が結構自分でしっくりきてて、そっからあのなんていうんですか、空の絵を描いた時に、私日本画家としてやっていこうってすごい思ったんですね。なのでこれまたお花で、あの別なんですけど、もう一回また空の絵をちょっと追求していきたくて、なんかこういろんな表情の空の絵を日本画材を使って、描いていくってことをちょっと続けていきたいなと思ってます。そうですね、やっぱりあの、パリにも展示してた絵もあの空だったんですね。なんか最初見た時なんかすごく表情的な空だなだと思ったんですけど、あの結構明るい色を使ってたんですね。それで見るあの普通に空を見るとなんか落ち着くんじゃないですか。はい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 、空なんかあのいろいろなんか燃えてるみたいです。はい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 、はい、燃えてる空とか、あのなんかもっと表情的な空、はいはいはい、はい、もっとなんか面白いだなと思ったんです。わかります。そう、私もなんか空見るとすごい落ち着くし、なんかこうなんていうんですか、自分にまた戻ってくる感じがして、あの何かに迷ってたりとかしてもまた空を見ると、あ、また明日も頑張ろうって思ったりとかするので、空の絵ってこうなんか空ってすごいですよね。いろんなものを物語ってる感じがすごいしてなんで空の絵ちょっとを日本画で描きたいですね。なんかあのわかります。やっぱり私もこんなあの時々忙しくてなんか何の問題があっても空を見て、あ、美しい空だねって思っちゃって、世界は美しいだねって。あ、そうですそうです、わかります。人生は問題ばっかりじゃないでしょ。あ本当ですよね。そうだからなんか絵を見て、そういう同じ
なんていうんですか、その空の絵を見て同じ気持ちになってくれたらやっぱ嬉しいし、うん、うん、ですね、そう、空の絵描いていきたいですね、これからも。はい、風景っていいなと思って。そうですね、うん、ちなみにお住まいは今あの実家で、あのそのデコ店を行ってますか？はい、あ、一人暮らししてて、はい、そこでアトリエはまた別にあるんですけど、はい、そこで制作してます。はい、町はどこでしたっけ、すいません忘れてしまいました。あ、住んでるところですか？はいはい、神奈川県です。神奈川、神奈川の方です。どこですか？神奈川、神奈川の、八王子の方分かりますか？あ、分かります。八王子だから東京になっちゃいます、ね、そっち側です。その間ぐらいに住んでるんですけど、はい、八王子と。あ、はい、私は横浜なので。あ、そうなんですか？青葉台です。青葉区。あ、そうなんですか。あ、じゃあ近いですね。横浜に住んでるんですもんね。近い。そうなんですね。仕事は東京なんで、まあ、東京なんですけど、まあ、いつも、はいはいはい、でも、はい、横浜です。あ、そうなんだ。いいですよね、なんか。そうで、まあ、横浜は結構好きなんですけど。はい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 、はい。いい場所で。そうなんですね。あ、ちなみになんか将来で誰かとコラボレーションしたいですか？なんかこう絵の人だけじゃなくって、うん、いろんなアーティスト、歌もそうだし、パフォーマンスもそうだし、写真もそうだし、その全然別のアーティストの人たちとコラボしていきたいなとは思います。日本画だけってならないで、いろんなアーティストと一緒になることがなんかこう、はい、目標っていうか、そういう活動していきたいなとは思います。やっぱり私もなんかコラボレーション結構応援してます。いろんな、そうなんですね、ジャンルの組み合わせ、それでやっぱり将来はアーティストは一人一人活動するわけじゃなくて、時々コラボレーションして何か新しいことを作るとか、まあ、例えば絵でも、あと他のジャンルもやっぱり音楽、それでも写真とかダンスでも何かできるんじゃないかと思ってます。いや、そうなんですよね。なんか絵だけで一緒にいてもなんかこう、まあ、そこでも生み出せるものがあるかもしれないけど、やっぱ別のアーティストの人たちと一緒になることで全然なんかまた違った表現ができるし、うんうん、なんかこうもっと違う、なんていうんですかね、もっと違う考え方で書いていけるから、こうずっと長くアーティストとして私も活動したいので、そう思った時に絵だけやってるってなると、なんかどっかでこう、なんか違くなりそうだなって思って、なのでいろんなところから刺激が欲しいので、絵の他の人たちともっと関わっていきたいなと思います。あ、素晴らしいです。やっぱり一人じゃなくて何人集まるとなんかいろんなアイディア生まれてくるじゃないですか、うんうんうん、もっと簡単に、はい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 、誰かそれを言って、あ、やっぱりそうしようとか、うんうんうん、それでチームでやったら一番なんかいろいろ、そうなんですよね、クリエイティブになりそうかなと思ってるんです。うん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 、なんかそっちの方がなんかこう自分も楽しいし、うん、続けられる気がしますよね。長くアーティストとしてやっていくのはもういろんな人と、ね、仲良くなって、じゃあこれやろう、あれコラボしようって
なってった方が、うん、私も楽しめるし、うん、長く絵を描けるなと思って、うん、そういう生活にしていきたいですね、うん、今。じゃあやっぱり将来ずっと自分はアーティストとして活動して、あ、はい、行きたいですね。なんか日本画を、はい、日本画、なんか日本画ってあんまり、まあ、分からないんですけど、私の世代の人たちにはそんなに知られてない気がしてて、日本画っていうとみんなこうちょっと古い絵、古いような絵を想像されてて、なんかそれが私的にこうなんかちょっと違和感があるというか、全然こうなんていうんですか、古いものじゃないんですけど、イメージ的にはそういうイメージになってるなと思ったので、だからその日本画をまた伝えていくためにも、うんうん、日本画材でを使ってこういうなんかこう新しい感じのことをどんどんしていきたいなと思います。うん、あ、やっぱりそうですね。人はなんか見か視野はちょっと狭いじゃないですか。うん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 、日本画だけ、その博物館とか美術館に出てる日本画だけじゃないかと思ってるんですけど、でもやっぱり伝統的な技法も再生すると思います。作成させないといけないなと思ってる。うんうん、いや本当になんかすごくいいものだからこそこう知ってもらうことがやっぱ一番大事だなと思って、まずこう知ってもらうために何でもやりたいっていうか、私も、うん、だからライブペイントとかもやってるんですけど、ライブペイントが別にメインなわけではないんですけど、ライブペイントを通してこの人何やってるんだろう、あ、日本画描いてるんだ、日本画ってなんだろうってこうつなげていってもらって、うん、ちょっとでも知ってもらって、日本画が少し違うイメージでこうつながっていけたらいいなと思って、うん、活動してます今。そうですね。なんかいや私もやっぱり本庄さんの絵を見た時、なんかあ、ちょっと変わってる日本画だねって思ったんです。そうですよね。なんかあ、これ本当に日本画？ちょっと待って。そうなんですよ。なんか私なんかは発色がいいものがすごい好きで、うんうん、日本画ってどっちかっていうと静かな感じのイメージがあるなと思ってて、はいはいはい、でもそうじゃない日本画もあるっていうのをこう、うん、ちょっと知ってもらえたらいいなっていう思いはあります。そうですね、やっぱり色もなんかちょっと新鮮な感じもあるし、なんか、はいはいはい、若い人は作ってるねって感じもある。やっぱり女性的 なんかエネルギーもあるんじゃないかと思います。やっぱりそのお花のとか、うん、女性のイメージもあって、まあいろいろ、まあ女性もいろいろなんか大変ですか。そうそうそう、私もなかなかその本庄さんのなんか赤いバラの意味、なんかその女性の、はいはい、シンボルとか理解できます。なんか、ね、少しでもなんか見方がちょっと変わりますよね。なんかそう思って、うん、花を見るとなんかそこまで私考えたことないです。花について。まあ美しいとか、これもあまり香りしてないです。でもまあ美しいとか、そうなんですね。ちょっと、やっぱり強い女性。うん。そうですね。まあ、でも女性も今、強くしない、にならないといけないですよね。うんうん、いろいろあって。自分もなんかいろんな目標があるんじゃないですか。うん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 、してそれでちょっと、まあ、ね、そうですよね。でもそういうもの増えてますよね。なんか映画とかにしても、なんかディズニーも今ね、
女性の強さをなんかすごく語ってる感じして、はい、女の人をなんかこう今、うん、なんていうんですか、なんか強く強女の人の強さをなんか語ってるものって結構ありますよね。はいはい、そうですね、やっぱりあの男性を頼らずに、うん、自分でやるとかそうですよね。それでなんか私古いディズニーの映画は大好きなんだけど、なんか不思議の国のアリスとかシンデレラでも好きなので、なんかよく見て、でもある女性は今ちょっと批判してしまうんです。なんかあ、はいはいはい、でどうしてシンデレラはなんか あの おじさんも待って、あの自分の助けられないのってというとか、まあ、うんうん、やっぱりあのフェミニズムですね、ちょっとああはいはいはい、見方あって、まあでもそれ昔話でしょ、シンデレラとかも、そこまであの個人的になんか敏感にあの反応しなくてもいいと思いますけどね。うんうん、いやそうですよね、私もそれ思います。なんかこう、うん、そういうそのフェミニズム的な問題って難しいから、あんまりこう私もあんまり言えないですけど、うんね、あの考え方ですよね。そうですね、でも日本にはフェミニズムあると思いますか。うん、あるかな、私あんまり、あるどう思います、海外の方から見るとどういうイメージですか、日本。ないですね、私ちょっとあの普通の会社で勤めたことはないんですけど、例えばあの男女差別がある会社とか、もしかしたらなんか給料とか違いがある会社に勤めたことはないのでちょっと言えないんですけど、でも私ウクライナ人なんですけど、ちょっと最近私もフェミニズムについていろいろ考えたんです。あの私のウクライナはどうかな、フェミニズムはあるかな、必要かなって。でもなんか私のお母さんもあの結構強い女性で、あの自分の店とか経営して、おばあさんもあの結構あの頑張って成長して、あの社長の立場になったこともあるし、自分の会社で、なんか差別されたことはあるかなと考えたんだけど、でもやっぱりあのなんか歴史的にウクライナであの女性はいつもちょっと強かったんです。強くしかなかった。あ、まあ、例えば旦那さんはあの戦争に行ってしまって、どうするの、だってあの悩む時間はないから、何か自分でやらないといけないでしょ、はいはい、自分で働いて子供を世話して、あの、うんうんうん、ビジネスとか自分でなんか畑でなんか頑張るしかなかったので、やっぱり必要じゃないなって思ったんですよ。やっぱりそうかな、まあ、日本はあの、いやもうあの仕事をしてあの頑張りたい女性もいるし、うんうんうん、多分主婦とかあのお母さんになってそれであの大丈夫と、なんか家族に集中したい女性もいるんじゃないかなと思ってるんですけど、どうかな、なんか時々、まあ、あの年を取ってる人は、元主婦の人は、あ、女性だからそうしなさいとか言ってるんじゃないですか。いやでもそうですよね、結婚しなさい、うん、結婚しなさい、それはでも日本でもやっぱ言われますよね。なんか、うん、女なんだからこうしなさい、うん、女らしく、うん、女なんだからそういうことは言わないでとか、うん、なんか、うん、まあ日本もそういう意味では全然まだそういう文化はありますよね。男が強くて女は後ろに下がるみたいな、うんうんうん、なんかこう、うん、
でも私あんまり気にしたことないですけど、はい、自分がそういう生き方、その男の後ろに下がって生きろって言われる、でも多分男と一緒に、あのなんていうんですか、男の人と同じ目線で生きたいから、うんはい、うん、気にならないけど別に後ろに下がることもないかなって感じですね。そうだね、やっぱりもし、うん、あの結婚してもなんかパートナー、まあ、パートナーシップっぽいじゃないかと思います、うん、あの結婚はあのちょっとまあ多分ビジネスっぽいかなと思ってるんですけど、はいはいはい、まあ、パートナーシップでちょっとそれで同じレベルで、はいはいはい、もちろん多分役割は違うと思うんだけど、例えば、うん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 、何があってもやっぱり女性の方はあの子供をお世話してるんじゃないか、もし子供がいたらやっぱりあのそれで、まあ、男性はとか、まあ、子供、まあまあ、もっと頑張るとかしろ仕事、それはあるかもしれないんだけど、でもやっぱりあの意見は例えば意見を出してあの一緒に決めるとか、それは一緒じゃないといけないなと思う。そうですね、私もそう思います、うん、私たちはやっぱりフェミニストだねかもしれない、わからない、自然的なフェミニスト。そう、そうですね、私もそんな気がする。だからあんまり気にして、うん、あのそういう行動を取ったことはないけど、うん、自然とそういう、うん、行動は取ってますよね。ただ普通に幸せに生きていきたい、うん、私好きなことをやりながら、うん、はいはいはい、うん、いやそうですね、そういうの怒る人は怒ってる人いますもんね、そのフェミニストの話。はい、いるんですか。なんかこうなんていうんですかね、うん、いますよね、なんか怒ってるっていうか。あ、どうしてですか。なんか女が弱い生き物になってることに対する怒りなのかな、うん、ちょっとわかんないんですけど、なんか、なんかフェミニズムってどうかな。でも人はちょっと時々なんか敏感しすぎかなと思ってるんです。うんうんうん、何かまあ普通に例えば今ソーシャルメディアでもいろんなインターネット上で上げていることに対してもちょっと敏感で、はいはい、別にそこまで、うん、まあ今の時代でそこ、まあ、それを無視した方がいいじゃないかと思ってるんです。もし、うん、あなたにもあの似合わないあの考え方だったら別に無視して、うん、自分なりに生きていけば、私もそう思います。そうですね。うんうん、なんかもし今の友達もなんか考え方は違うとしたら、まあ、だんだん人生で進むと同じ考え方の同じ価値観の人はなんか自然的にあの、うんうん、自分の人生に来るんじゃないかと思います。なんかそうですね、私も今気づいたんですけど、 今までの、まあ、友達もなんか今でもなんか意見とか考え人生の考えかへの考え方はなんか似ている。びっくりした。え、マジでやっぱり友達だねって。あやっぱあそうなんだ。でもまあそうですよね、フェミニズム、うん、難しい問題ですよね。私もあんまり気にしてないですけど。そうそう、私も、ね、気にしてないですよね。私も、うん、好きなようにね、うん、生きれば、そうそう、自分にあのなんか自分取り、まあ、自分は何が好きかって自分に向いて、うん、あの考えてやっていけばいいじゃないか。うん、私も私たちは美しい女性、お花みたいにそれは美しい素敵ですあ、いやそうですよね、楽しく生きていきたいですもんね。そう、自分で選択して、うん、自分で、あ、あの
フェミニストという言葉を使っています。いや、そうですよね。確かに。まあ、おっしゃってる通りですね。難しいですよね。これなんか価値観によっていろいろ意見があるだろうから。そうだね。私は気にしてないですけど、気にしてる人はすごい気にしてるかもしれないし。そうですね。そういうのバランスとか、あのみんなはあの普通他の人のを尊敬して、はいはいはい、していったら、あの固定概念、概念なしで生きていったらいいと思います。それで他のなんか人の個性とか意見の人に尊敬して、じゃあどうぞ やりなさい、まあ、好きにしてって、うんうんうん、っていうことはかもしれないんだけど、うん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 、まあそうだね、ちょっと難しそうなテーマになってしまったね。そうですね、難しいテーマですね。まあ、まあ、大丈夫です。はい、そうだね。まあ、ちなみに今ちょっとよく聞いてるんですけど、今なんかまだパンデミック中なんだけど、あのいろんな、まあ、生活の仕方も変わったと思いますけど、はいはい、本庄さんはどうですか？あ、コロナの状況の話ですね、はい、うん、でもやっぱその個展にしてもやっぱこう密であることがあのダメと言われてるじゃないですか。その、はい、なんて言うんですか、アーティスト自体は少しだけ生きづらくなったかなとは思うんですよね。なんかこう披露する場所がちょっとダメってなってるじゃないですか、うん、あんまり集まることがちょっとダメって言われると、私たちは実際見て、欲しいから、うん、どうしても集まる場所に、なっちゃうなと思って、はい、そう思うと、そういう意味ではちょっとだけ生きづらいかなとは思うんですけど、でも、うん、でもなんかそれもね、いつまでも気にしてたら全然、うん、好きなことできないと思うんで、うん、それはあんまり、そういう状況だっていうのは把握してるけど、それでも、うん、あの好きなことやった方がいいなと思って。私はあんまり気にしてないですけど、うん、まあ、うん、そうだね、なんか難しいです。パニックしてる人は結構いるんですけど、うんうん、もうやっぱり私もそう思ってます。なんか、うんうん、なかなか自分、ただ差別が区別に少しずつなっているの確かです。嬉しいですね。ああ、なんか男性の方を応援してくれて嬉しいです。嬉しいですいや、やっぱりあのそうだね、こんなあの、まあ、やっぱりちょっとフェミニズムを応援してる男性も結構いるんですよね。うん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 、それはちょっとめっちゃありがたいです。うん、そうですよね、男の人側から、うん、そういうコメントも嬉しいです。うん、そうだね。まあでもあのコロナのテーマに戻るとやっぱり私もちょっとあのなんかみんなパニックしまだパニックしてるっていうのはもう、うんうん、まあイライラでもしたことはあるんです。もう今でも、うんうん、なんかでもどうしよう、だって普通にあの幸せに生きていきたいじゃないですか。なんか自分のやりながらもちろんいろんなあの自分のその状況によって自分のやりたいこととか計画は調整してしまうんですけど、うん、でもやっぱりちょっと前向きでやりたいですね。そう、なんかそれがきっかけで何もやらなくなっちゃったりとか、うんうんうん、なんかそれを理由にして何かなんかこうできなくなっちゃったとかあんまり言いたくないなと思ってるし、今そういう状況だけど、世界的にはだけど、はい、やるべきことは別に変わらないかなとは思ってます。そうですね、やっぱり言い訳として、うんうん、あのじゃあしないとかうん、うん、コロナだからしないできない、うんうん、
でもそれはやっぱり全部考え方次第。うん、私もそう思います。今でもできることはある。うん。本当に、なんか、うん。そうだね。あんまりだからそこに流されたくないなとは思いますね。うんうん、なんかこう、なんていうんですか。気をつけたりとか、そういうのはもちろん、するとしても、なんか生活をあんまり変えていくようなことはあんまりしたくないなとは思ってます。そうですね、私は結構自由に動いてるんです。なんか、うん、だってね、しょうがないですもんね。これはこれで受け入れて、うん、なんかね、それを理由にじゃあ何年も何年も何もしないまま終わっちゃう人生でいいのかなって。そうそうそう、お花みたいになくなるんですよ、ね、あ、そうですよね。いや本当に、だからなんか、うん、人に迷惑かけるようなことはもちろんしちゃいけないと思うんですけど、うん、間違いないですね。ね、なんかそうじゃないのであれば、うん、淡々となんか過ごしていきたいなとは思ってます。私めっちゃ賛成してます。私も嬉しいです。いやでもこの話もなんかこう気使いますよね。なんかこうその人の意見によってはすごい気にしてる人からしたら、多分私の言ってることは多分ちょっとなんか、うん、んって感じだと思うし。うん、まあどうかな。でも難しいんですけど、もしかして、まあでも時々自分とやっぱり私前に言ったんじゃないですか、自分と同じ価値観とか意見を持ってる人は、うん、自然的に人生に来るので、それもし、うんうんうん、こんな言って私も本庄さんとオンライン上で出会ったかもしれないです。いや本当ですね。そういうのは本当になんかネットのなんか感じは、うん、コロナのおかげでちょっと広がった感じはしますよね。そうそうそう、こんなオンラインの、うん、いや本当になんかそれで出会えたことももちろん多いし、全然、うん、うん、それがあっていろいろこういうつながりも持ってたので、私もそれで良かったなと思ったりもしてます。そうです。ヨーロッパってどんな感じなんですかね。ヨーロッパは、そうだね、まあ、私 の、 社長は動画を送って、パリのセーヌ川があるんじゃないですか、はい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 、そこは川の周りに人はよく飲んだりしてるんです。それで人はいっぱいですよ、みんな飲んでるとか。あ、じゃああんまり変わらない感じですか。まあもちろん変わってるんだけど、まあ、今ロックダウンみたいなんですけど、でもなんか人もちょっとそれはこの状況はちょっと飽きてしまったと思います。はいはいはい、はい、特に若者だと思ってますね。例えばあまり学校に行けなくて、なんか学、まあ、若者だからいろいろやりたいじゃないですか、遊んだりとか、はいはいはい、友達と、はいはいはい、まあ、あちこち行きたいなので、まあどうかな、なんか希望するしかないと思います。なんか前に進んでやっていきたい。まあ、なんかこうそのコロナがあってもなんかいろんなチャンスは現れたと。私結構ポジティブで前向きです。あ、私もそうです。なんかこう、うん、しょうがない、もう全部受け入れて生活していくしかないですもんね。そうです、うん、起きちゃったことはもうしょうがないですよね。そうですね、大丈夫です。私たちお花みたいで生きていきましょう。まだ美しい間、そうですね、ポジティブにね、ポジティブに生きていきたいですね。まだ美しい間
頑張ります。そうそう、そうですよね。その中からいろいろなんか見つけていくしかないですもん。そうです。すごく素晴らしい、あの、なんか考え方、雰囲気で。おう。はい。嬉しい。あ、なんかコメント。日本では女性の生理。アメリカでもそうです。あー。そうですよね。そうですね。楽しみですね。これから日本で。ね、そうですよね。女性の生理大臣。うん。でも女の人も男の人も結局そのこの世界からいなくなることってありえないじゃないですか。絶対に女の人もいるし、うん、男の人もいるし、うんうん、なんかそれも性質もやっぱちょっと違うだろうし。うんうん、なんかこう女がいいとか男がいいとか、いやそれ無理でしょ、ね、無理ですよねきっと。あのなんか、ね、バランスは必要だと思います。うんうんうん、なんか女性と男性は一緒です、全部。うんうんうん、なんかね、そうですよね。それで何がなんか出す男性の方がいい女性の方がいいという考え方はやっぱりダメじゃないですか。うん、まああんまり私なんか女性の友達もいるし、うん、男性の友達もいるし、なんか、はいはい、考え方も違うし、なんか、うんうんうん、あの自分の見方も違う、なんか気持ちのあの見方とか、はいはいはい、違う、なんか面白いじゃないですか。うん、そうなんですよね。なんか男の人だからとか女の人だからっていうか、人間として見てなんか普通になんかもうどっちでもいいですよね。なんか別に男の人だからとか女の人だからとかないですよね。そうだね、って思います。まあ政治家もあのすごくなんか優れている女性はいたら、まあはいはい、大臣でも総理大臣でもなってもいいじゃないかと思います。うん。全部なんか性別次第じゃなくて、やっぱり能力次第、うん、でその人がどういう人であるかってすごく大事ですよね。アーティストも多分そうだなってちょっと思ったりとかするんですけど、うん、女だからとか男だからとかっていうよりその人のが本当にどういう人であるかの方が大切な気がしますよね。そうですね、やっぱりあの後でもあのちょっとなんか、ああ女性のアーティストはあまり展示されてないとか、前にこんな、うん、ことがあってそれでなんか女性のアーティストを増やしましょうとか、あの、うん、あるいは黒人のアーティストとか、あの前に21世紀の初めとか、あの黒人のアーティストはめっちゃ展示されたみたいんですけど、あの作品が、それであのやっぱり私が持ってるのはもちろん、私はあまりなんか男女とかあのそのこのような差別はあんまり気にしてないんですけど、作品の質は良ければ、うん、もう展示できない。でもやっぱりあの女性とか黒人はかわいそうで、だけで展示するのは、うん、でもまあどっちでも、でもちなみに、うん、あの私のだって私たちも結構あの国籍なチームじゃないですか、私後ろからも、それであのいろんな人種の人はいるんです。あのアジア人もいるし黒人もいるし、私は、うんうん、そうですよねそう、それであのアーティストも本当にあの例えばパリに出るアーティストはさまざまいるんです。私のアーティストの中でアフリカの人はいるんですよ、うんうん、なんかアートはもう本当になんか、うん、本当に関係ないですよね。もうまさになんかもう何人でもいいっていうか、ね、本当にそれで、ね、うん、何人でも国籍でもあの、うん、その年齢でも関係ないでしょ。関係ないですよね。私もそう思います。
やっぱりこれからもだんだんこんな方向に進むと思います。もっと人はつながりとか、うん、なんかいろんなボードをなくすとか、うんうんうん、そういうこと思いますので、うん、ね、アートはだからなんかそこにコロナとかの話もあんまりこう関係させたくないですよね。例えばその中国からあのコロナの菌が来たからって、私中国の人 の、はい、あのアーティストの人全然すごく好きだし、あのなんて言うんだろう、そういうのもなんかこうあんまりアートだけはあんまりアートの世界は差別したくないですよね、うん、いろいろ。そうだね、やっぱりあのコロナが始めてからあの例えばそれ政治家さんかな、頑張れ、まあ、例えば、まあ、コロナが始めてからよくアメリカでに住んでるアジア人は悩んでみいろいろ困ったみたいです。いやそうですよね、あのアジア人だけであのなんか中国人だと思われて、でも中国人のせいであのコロナが始まって、それで、でもそのような考え方、私もなんかそういうの、うん、なんかそういうの嫌ですよね。私もなんかそれは関係ないじゃんってなんか思っちゃうんで、そういう差別はもう全然、そのアートの世界はもう全部どの人種でももうどんどん一緒にしてほしい。もう別にゲイ だろうが、それに関しては何でもいいです、何でもいいなって思ってます本当に。だから楽しい、うん、でしょ、なんか自由が楽しいじゃないですか、うん、そうそう楽しいですよね、だから好きですよねこの世界が。そう、なんか人はいろいろあるだとなんかもっとあの楽しくて面白いじゃないですか。うんうんうん、そう、私もいろいろ、ちなみに私の日本語学校はあの新宿2丁目にあったんだけど、はいはいはい、あのそれあの有名なゲイのエリアじゃないですか。ああ、はい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 、最初来た時にもショックだったその場所は何いいですよね、私すごいなんかあの自由に生きてる感じがすごく好きで、うん、なんか、うん、楽しいし人としてすごく好きだなと思って、はい、なんかどの性別でもどの人種でももう全然関係ないです、うん、そうですね、人としてその人がどういう人であるかの方が大切ですよね、うん、男とか女とかも含めて。そうだね、やっぱりこのような人はあの自分のよくあの意識して生きているんじゃないですか、うん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 、自分に向かえてやっぱり私こうやりたいですよとか、はいはい、やっぱり私女性とか男性が好き、どっちでもいいんだけど、それでこんな人は勇気を持ってるかと思いますね、うんうん、私もそう思います。なんかなんていうんですか、素敵ですよね。私もなんかそういう人尊敬するなと思って、うんうん、隠れてる必要もないんですけどね、ないんだけど世の中的に今そういうあのなんかそれがちょっと秘密なこととされてるからこそ、うん、堂々としてる人たちってすごく素敵ですよね。そうです、私も結構、うん、あの とってもあのなんか憧れですよ、うん、私もだからなんか出会えるとすごい嬉しくって、なんかで素敵、なんかそのゲイだからとか、うん、そういう理由がで好きなんじゃなくて、うん、なんかそういうちゃんと自分を分かった上で生活してる、その、あの人間としてすごく素敵、うんうんうん、なのでそういう人が好きです。そうだね、私もあの、うん、私の学校にもあの外国人でもなんかゲイの方はわざと私の学校に入って、うん、やっぱりそのエリアにいるため、うん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 、授業が終わってから場に行って、はいはい、あのちょっと日本語を勉強してるよすし、あそうなんです、なんかん
可愛いですよね。なんかすごいお茶目で好きなんですよね。お茶目。あ、でも すごくなんか面白い。でもあの素直な人で、あ、はいはいはい、あの私もあのやっぱり私もこんな人は好きだなと思ったんだけどね。やっぱり人は自分をなんか隠せずに生きていく、なんかこんな将来でもこんなみんなはいろいろで、まあいろんな何があってもみんあの相互尊敬があって、こんな世界は理想的だなと思ったんです。うんうんうん、すごいわかります。その通り、本当に。いや、私同じあの価値観があるんですよね。いや本当ですね、嬉しいです私も。うん、なんかね、多分私もポジティブなんですけど、多分、うん、ポジティブで奥さんなさんも嬉しい。私もそうです。やっぱりあのこんな機会があって、もうちゃんとあのいろんなテーマについてあのお話ししてよかったですね。私もとても、いや本当ですね、価値観が一緒ですよね。うん、ちなみに会場はあの今の会場はどこですか？表参道にあるノーズアートギャレージってとこなんですけど、表参道です。表参道の、ノーズってとこなんですけど、その結構駅から近くて、はいはいはい、うん、ちょっと待って、じゃあ安い場所があるので、うん、あの土曜日もあやって、3日までやってるので、あの、はい、いつまでやってますか？14日です。2月14日なんで、バレンタインまでやってて、バレンタインの日まで開催してます。なので、なんかそうなんです。だからあの、プレゼントみたいな。自分にプレゼントみたいな。お花、皆さん。すごい。じゃあ。素晴らしい。やっぱりバレンタインだ。駅から近いよね。あのなんかじゃあ、ね、私も伺います。あ、本当ですか？来てください。会いたいです。私もちょっと見ていただければ。私あの私、うん、ぜひ。私もあの渋谷にいるので、あのいるつもりだから、ちょっと、はいはいはい、あ嬉しいです。ちょっと会いたいです私も。じゃあ土曜日ですね。ぜひお待ちしてます。で今日ありがとうございました。あ、こちらこそです。ありがとうございました。とても楽しかったです。あ、こちらこそです。見ていただいた方も あの、ありがとうございます。いろいろお話しして自由に、はい、よろしくお願いします。今後もありがとうございました。はい、ありがとうございました。